どうも、オタクの今竹雄です。今日もよろしくお願いします。はい、今日はね、焼酎です。こちらマヤンのつぶやきという焼酎ですね。そば焼酎です。まあ九州、まあ僕九州なんでね、やっぱ焼酎といえば芋で、やっぱ僕も芋好きなんですけど、実はそば焼酎も大好きでですね、いや焼酎でやっぱ原材料の味がね、生きてるのがいいですよね。そしてね、このそば焼酎マヤンのつぶやきは、雲海酒造さん、そば焼酎といえばやっぱ雲海なんですよ。でその雲海酒造さんが手掛ける、長期熟成長期貯蔵そば焼酎ということで、蒸留した後にですね、多くの樽で、そしてトンネルの貯蔵庫で長期、年数はね発表ないんですよ、貯蔵したというものです。720ミリ、4合瓶ですね。そしてアルコール度数がね、これ38度あるんですね。焼酎ってやっぱ25度が多いんですけど、だからこれはね、だから焼酎の中でもなんていうかな、スペシャルというか、このそば焼酎雲海酒造さんの中でもやっぱ特別な焼酎という位置づけになってるんだと思います。でこれね、発売がね平成の7年ぐらいだったんですよね。で僕はね、発売してすぐに飲んで大好きになって、それ以来そば焼酎はやっぱこれ買っちゃうんですよ。通常の雲海も美味しいんですけど、こっちのが一味上なんですよね。ということで今日はこれをご紹介というかね、飲んでいきたいと思います。お値段はね、僕は、ネットで3180円で買いました。楽天でまだ買えると思います、お値段ね。リンクは下に貼っておきます。普通に買っても3300円とか400円で手に入りますんで、はい、では開けましょう。はい、スクリューキャップですね。まずはね、ちょっとストレートで味わいを見ます。はい、ではマヤンのつぶやきそば焼酎ですね。色がね、うっすらとこう多くの樽の色がねついてますね。はい、うっすらといい感じです。うわ、香りが奥田の樽由来の甘い香りと、そばはねすっきりしてるんで、そんなにねこの香った段階でそばっていう香りはないんですけど、でもやっぱやっぱそば湯の香りがほんのりします。ウイスキーでいうとこのウッディーの甘さが漂う香りですね。いただきます。おいしい。38度、まあ焼酎としては結構なハイプルーフ、高い度数になるんですけど、そういったところを感じさせない、やっぱ熟成によるまろやかさっていうのがついてますね。ストレートで味わうと、ふわっと頭の中にイメージで浮かぶのが、そばがきとか、そば湯とか、それだから、そばのね、もちろんそば本体もあるんですけど、だからやっぱ、そば粉っていうところが表に出てる味が、ふわっと頭の中に浮かぶような、アタックの味わいです。やっぱ大下りで貯蔵してるんで、ウイスキーでいう樽から来るウッディの甘みっていうのもほんのり感じられるんで、
味しいですね。これね、あの飲まれるときはまずね、最初一杯ね、一杯じゃなくてもいいです、一口でもいいです。ストレートでこのもの本来の味をぜひ味わっていただきたい蕎麦焼酎だと思います。ああ焼酎って原材料の味が出るんだねっていうのが分かる焼酎ですね。芋もね分かりやすいんですけど、芋はあの臭みもあるんでね、で麦なんかでも僕はあの香ばしい麦の焼酎なんか好きなんですよね、そういったこう原材料の味が生きる焼酎美味しいです。わ美味しい、本当に美味しい。ではいつも僕が飲む焼酎の飲み方は、一番多いのはオッザロックです。でロックを飲みます。はい、ということで蕎麦焼酎マヤンのつぶやき、じゃあねオンザロックでいただきます。美味しいな蕎麦のね、本当にあの蕎麦湯とかをあの飲んだ時に味わえが分かりやすいと思うんですよ。蕎麦湯がやっぱあの蕎麦のね、あの蕎麦湯で蕎麦をこう茹でた時のお湯ですよね。あの成分が出てるんで、あの蕎麦のね香りがふわっと口の中に広がるこの感じ、わそしてストレートでも当然感じられましたけど、さっきも言った樽から来る甘みっていうのがあって、これはやっぱり美味しいですね。マヤンのつぶやきは、芋焼酎以外では僕はこれが一番好きかな。これか、麦焼酎の三段仕込みっていうのがあるんですよね。これは宮崎の西都市の岩倉酒造さんの三段仕込み、もしくは僕はこの雲海のマヤンのつぶやき。芋焼酎以外ではやっぱり蕎麦と麦だとそれですね。米がねまだねこれだっていうのは僕個人的にはあんまないんですけどね。まあ焼酎面白いですよ、いろんなのあります。僕もね以前動画もしてますけど、牛乳焼酎とかね、しそ焼酎、昆布焼酎、まあそれぞれね本当に原材料の味が分かるんですよ。面白いですよね。美味しい。いやこれね38度あるんで、通常のウイスキーと同じ目分量の作り方、目分量とか量の作り方で焼酎ハイボールを作ってみたいと思います。はい、ということでマヤンのつぶやき焼酎ハイボール作りました。いただきます。おいしい、すっきりですね。芋焼酎と違ってこうあのね貯蔵の期間もあるんでボディはしっかりあるんですけど、味わい的にどっちかでは淡麗というかすっきりしてるんで、ロックで飲む時のソースなんストレートもそうですけど、あんまりね濃ゆい味の食事とかには合わせづらいのかな。どっちかでは魚系統とかお刺身とかそういったのにはこれは合うと思いますね。非常に美味しいです。実はあんまりこれハイボールは僕はしたことないんですけど、これちょっと今飲んでみて美味しいですね。やっぱりハイボールにしても
38度なんで、ウイスキーを作る感覚でちょうどそのぐらいの量でハイボールにすると、ボディも崩れてなくて、やっぱりそのしっかりそばのね風味が生きた、ハイボールになりますんで、これは美味しいですよ。本当に美味しいです。まあ焼酎ファンの方ね、まあそば焼酎1本持つなら僕はこれがおすすめです。まあそうじゃなくても、まあ居酒屋とか焼酎がいっぱい置いてある居酒屋さんとかに行くと、もしかしたら置いてるとこもあるかもしれないんで、見かけたらね、ぜひね、まずね一口目はストレートで、その後はお好みの飲み方で味わってみてください。本当にね、ああ焼酎ってやっぱ原材料の味が生きてる蒸留酒なんだっていうのがよくわかります。まあウイスキーでいうとモルティっていうところが、こちらもそばっていうのがわかる、非常に、僕の好きな焼酎の一つです。おすすめです。ということで宅飲み場だけを、まあウイスキーがメインですけど、蒸留酒またはビールみたいな感じで、僕が飲みながら酔っ払いながらいろいろ喋るチャンネルです。ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。